皆様こんにちは。劇団熱血天使ステージクリエイターの菅沼萌です。私たち劇団熱血天使は来年1月に卑弥呼知られざる旅という作品を上演します。この作品は今年の1月にですね上演したばかりなんですけれども、脚本演出が変わりますので全く新しい作品として生まれ変わります。しかしなぜこの短期間で再び卑弥呼という作品をやろうと思ったのか、それを今日はお話しさせてください。私は劇団熱血天使に入って来年でですね10年目になります。一つの舞台を作る、作品を作るというのは本当に大変なことだなと毎回思います。一人では決してできないことだなと毎回感じます。熱血天使、去年、一昨年、今年たくさんの変化があってですね、当たり前のようにこれからも一緒に作品作りをしていくんだろうなと思った仲間も、熱血天使のメンバーとしては存在していますけれども、同じ舞台に立つことは叶わなくなりました。二度と同じことは巡ってこない、私はそのことを最近すごく痛感しています。そしてまた自分の中で卑弥呼をやろうと思った再演というか、新しくやろうと思った大きな理由として、今年の1月に上演した時にある一人の女性が上演が終わった後に私に声をかけてくれました。涙を流しながらその女性は私に言いました。本当に最近本当の自分って何だろうってずっと考えていたんですと、その方は私に言ってくれました。でもこの作品を見てもう一度本当の自分と向き合おう、人と向き合うことを恐れずに、これから毎日大変なこともあるけれど生きていこうと思いましたと、涙を流しながら私に語ってくれたんですね。その時にお芝居をやっぱり作り続けていきたいなと強く思いました。そして本当の自分と向き合うこと、卑弥呼でテーマにしているものですけれども、そして光と影というものもテーマになっています。人間の中には光だけではありません、そして影だけでもありません。その2つが勾玉のように合わさって、一人の人間の中にいろんな部分があるんだなと思います。それは自分自身の中にも感じるところです。新しく生まれ変わる卑弥呼という作品では、さらに登場人物も増え、壮大な世界観の中、そのテーマを余すところなくお伝えしていきたいと思っています。そのためには皆様のお力添えも必要です。もちろん劇場に足を運んでくださる、そのことが何よりも嬉しいのですが、世界観、壮大な世界観を実現するためにですね、妥協せずにそれを実現するために、もし企画の方の趣旨をお読みいただき、ご賛同いただけたら、お気持ちを向けていただけたら本当に嬉しいです。すべては一人でも多くの方に本物の感動を届けるために今回の作品を作ります。ぜひ今後とも菅沼萌並びに劇団熱血天使を応援していただけたら本当に嬉しいです。全力を持って作品でお答えしたいと思っています。いつも本当にありがとうございます。